Alright, everybody, セブランキャットです。今回もピクセルパイロシープレイしていこうと思います。シッ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 、とりあえずこっち来んな、こっち来んな。あー、もうやっていったよ、もうこいつら。いや、俺の船に来てや。うん、これ爆撃するのか。とっても優しい鳥ですね。くす。前回はですね、仲間の方を増員しました。丸ということでやっていきましょう。仲間の方が増えたからね、敵の方と戦うのが非常に楽になったと思うんですけど。これなんか声がこれなんか一気になんだ、二重になって再生されてましたね。あーあー、ほほほいいめめめてぃ。修理やな。じゃあ、6対6ですね。じゃあ戦いに行きましょう。野郎ども乗り込め。一人、ちょっとキャプテンが、一気に5リット体力削ってたな。まあ、プログラムでそう組まれてんのかな。キャプテンにプライオリティが高いとか、そんなんなんかな。味方の体力の方も、ちょっと一人8とか。マリサか。マリサ、お前の体力すんげえ低いんだな。まあ、でもカニでも食えや。ていうか、マリサ、お前、戻れや。いや、戻れないねんかな。味方はまだやられてないか。で、キャプテンの方がまた体力やばいんで。普通に食べていこう。6か。あ、でも6は大丈夫だったね。で、味方の方やられてないか。ハーマンがちょっと危なかったな。はぁ、あ。バラナでも食べろ。イエス。オッケー。じゃあ、キャプテンタイムと宝箱の方開いてと。ちょっと今体力やばかったね、なんやかんやで。気をつけんとな。で、ファルコンダンスってのが手に入ったけど、なんだろうこれは。ちょっと見てみよっか。ファルコンダンスね。あった。TP2 時必要なのか。スキルブックだね。1回ファルコンダンスすることに4回攻撃するのか。結構強いな。 TP の方もあともうちょっと上がるから。ちょっとレベルアップさせて覚えさせよっか。ファルコンダンスレベル99、ウルティメイトだって。すごいね。ちょっと早速使ってみよっか。で、マリサの方は体力の方上げたいんだけどな。打たり弱すぎちゃって。でもレベル上がってねえや。 TP4 で経験値の方も384と。あれ、上げてなかったっけ。上げてなかったっけじゃなくて、上がったと思ったんだけどな、気のせいか。まあいいや。コンバットイベージョンの方を覚えてるから、普通にちょっとスキルの方振っていこっか。そうしよう。バイタリティの方がちょっと低いけど、まあなんやかんやで耐えてっからね。ちょっと10にしておこうかな。15にしないとダメか。20か。 OK。 20にして HP リージの方も増えてと。デキティの方もちょっと増やしておこうかな。で、体力の方もやばいな。ドクターオーラの方も出してくれれば嬉しいんだけどな。で、危険度4の海賊が上にいるな。ちょっとビッグバンチっていう島の方に向かってみようか。島じゃなくて町の方に向かってみようか。で、途中に島があるんで、そこちょっと行ってみてと。なかなか体力回復しねえな。あ、今魚釣り上げたね。
島の方はトライブマンがたくさんいるから完全にスルーですね。ありがとうございます。はあ、寝方増やしてもな、体力低いからさ、あんまり、うん、イエス、体力低いから気をつけないといけないかな。プレッシャーが半端ないわ。オイスターとスキルショップしかないね。でみんなのモラルの方がどんどん低くなってきてっけど、ちょっとキルの方も払わないといけないかな。まあいいや、ちょっと売ってっか、アイテム。何売ろうかな。思えばいらないものとかあるような気がするんだよな。と思ったら何もねえや。ほんと何もねえや。間違えてニワトリの方を攻撃しちゃったわ。まあいいけどさ。みんなの方に、オイスターの方行ってもらおうかな。ニワトリの方を、ピッカテラに倒してい行ってと。シャキーン。ボコ。で、なんか今、買ったのか？わかんねえや。で、アイテムなしか。じゃあ戻るかな。で、その間に、ちょっと、買っていくか。スープポットってあるね。これは1回、1個で13回、食料を与えることができるので、これはいいですね。よっしょと。で、あとオイスターシェルを持ってて思い出したな。オイスターシェルの方を売ってと。2つあったね。ルーターキャップも1つ売っちゃうか。で、エリクサの方も買っておきたいけどな。ちょっと高いな。でも20回復できるかな。取っておくか。動物もキャプチャーできるとかあるけど、仕方がわかんないからいいや。クッキングとかあるけど、あ、一人ちょっとモラルの方が低くなってんな。エアネスとか給料払っちゃうか。 OK、 羽の方と卵も落としたんで OK、 これぐらいか。じゃあみんな上陸しろ。また大海原に出るぞと。で、今度はこいつか、マリサがなんかご立腹で、よし、みんな乗ったね。じゃあワールドマップでちょっとみんなの体力とか上げないといけないから、島とか行きながら行こうか。お、レベル8になったね、マリサも。クッキングの方覚えられないな。ファストラーナーは覚えてないから、これ覚えさせておくか。カモン！あれ？ 4 か。まだ1ポイント足りなかったのか、畜生。なんかあげれないなと思ったら、TP が足りないんだったら、そりゃ覚えられないわなと思うけど、猿だね。猿だったら問題ないな。よいしょと。よっしょと、みんな乗り込んで猿と戦うぞ。で、キムの方が今度は怒り始めたから、給料の方も払ってと。で、バラの方がガメ刺さってんだよな。よっしょと、今度はこの猿を戦おう。 OK。 で、今度はこの猿をで、マリサの方も結構ダメージ使っていくけど大丈夫かな。 OK。 で、今度はこの猿と、みんな頑張れ頑張れっていうか、まあ戦えよ。よし。あ、で、一人またハーマンか、今度は。で、さらに払わねえと。ちょっとみんななんかもうなんか怒ってばっかなんだよな。まあいいや、オイスターの方と戦っていってと。で、今度はデールの方が怒り始めたな。
みんな一気に給料を背びりすぎだろ。今度はこのオイスターと攻撃して、ちょっとスローイメルシーの方邪魔だったから消してと。ちょっとオパールの方できたね。お、なんか今すんげえ飛んでったんだけど。これぐらいかな。うーわ、デール、ちょっとあそこに行かないでくれ。じゃあみんな船の方に戻っていこう。食料の方もなくなったな。魚の方が18個あるから、ちょっと3つほど置いとくか。で、魚1つで2回食べさせることができるから、一応全員分食べれますね。で、メールが来たか。はいはい、分かった。ドミノピザのやつはいいから。グー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 腹減ってんね。よし、ちょっと調理 してってと。で、みんな食べ始めたね。オッケー、みんな乗ったかな。では、ワールドマップで危険度3のやつ行っても大丈夫かな。行きましょう。さてと、こいつらほんとまたブリ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 汚ねえな。で、結構みんな魚食うね。よいしょと。で、インカウントですね。戦いましょう。おー、チェストが2つある。で、また釣り上げたか。すげえな。釣りの達人みたいな。なるんじゃないかななんて。で、戦っていってと。3人だけだから、大して回復も必要ないでしょう。ナーイス。みんな戻れ。あとはキャプテンタイムだ。キャプテンのお楽しみタイムだ。チェスト開けてと。あ、2つとも開けたのか。OK。で、あとじゃあお金の方も拾って。あと船の方爆発しときましょう。プランダー！うん。いい感じにやってこれてるね。で、ちょっとまた魚の方もなくなってきてんな。消費が激しいな、思ったよりも。で、危険度2の海賊行こうか、次は。とにかくこいつらのレベル上げねえと。マリサとハーマンの体力が低すぎて、どうしようもないんだよね。ハーマンの方がレベル上がったのか、TP が8になっていくから、ファストラーナの方を覚えさせよう。What's the point?覚えさせることによってお前の経験値がもっと早く溜まりやすくなるんだよ。黙って聞け。インタラクト、よし。で、4人か。で、ちょっとガチ仕掛けてたやつがいるな。大丈夫かな。やっぱりこいつ腹すかしてんな。誰だ。ハンガーが0の、いや268だかな。ちょっとなんかすんげえマーク出てるんだけど、ハーマンとキャプテン、いや違うな。体力の方削れてないんだよな。飯を食ってるからか。あ、なくなった。オッケー。じゃあ、まあ、船の方も乗り組んでいくか。で、こいつの方を倒してこ落ちていって、とにかく経験値の方を稼いでいこう。ナイスー。で、お金の方も拾っていってと。イエス、20ゴールドだと美味しいな。で、船の方爆発して100ゴールドほど持っていきましょう。121ゴールド手に入りましたね。エクセレント。で、危険度3のニュートラーの方も今度行ってみようか。で、レベルアップしたやついるかな。いなさそうやな。で、魚の方も全部調理してあるね。 OK。 では、おおマーチャントか、もしかしたら。グッズとかもたくさんあるからね、奪いに行きましょう。いや、行くぞー。野郎どもまた行くんだ。ピストルもな。
結構役に立つんだよね。ただ思えばさ、あの昔のピストルとか捨てたらおしまいですよね、火薬。今の武器は多分あの防水加工してるんでしょうけど、密閉して。昔はそうでもなかったですからね、いちいちあの拳銃の上からガンパウダーと弾とかあの突っ込んでリロードしてたわけですから、水の中でザブンって落ちたらまたガンパウダーとかひねり出してあのメンテナンスしないといけなかったんで、思えば不便ですね。危険度3の海賊か、行こっか。金の方もどんどん溜まっていくな。で今誰がレベルアップした、わかんねえな。もうマリサでもないし、ハーマンじゃねえもねえし、キムか、キムくせえな。こいつはファストランナーとかだっけろ。別にねえな。何覚え、フロッカー、インテリジェンスの方に振って TP の方も増やしていこっか。でエアネストの方もすごいな。バイタリティの方を上げていきたいな。いやでもダメージディーラーになってもらおうか。すげえな。あとバイタリティの方も上げてと、アーマー2でダメージ8と、さすが忍者パないので、デールの方もちょっとインテリジェンスの方も上げていくか。でデクセリティの方も上げて、バイタリティの方も上げて、あとちょっと取っておこう。あって。よしよし、インタラクト。マリサの方がまたなんか、キルの方、せびってきてんな。こいつなんかグリーディーとかついてんのか、わからん。まあいいや。この海賊だけど、ちょっと。叩きのめしてもちょっと体力し、ハーマンやばいな。卵でも食え。オッケー。でもう一人また倒してと。でこの二人なんか座っ後ろの方に座ってて何もしてねえな。まあプランダじゃなくて危ねえ。無事に倒せたからいいけどさ、スキルブックも手に入ったね。これなんだ、中華パリベシックか。スキルブックも手に入ったけど何だったんだろう。ちゃんと行けって言ったんだけどバッかな。まあいっか。オッケーで船の方も爆発してと。そろそろ危険度4のやつも行ってみたいなとは感じるけど、行けるかな。もうちょっとレベル上げていきたいとは思うけど、あセーブゲーム来たか。じゃあゲームの方をセーブして、試しに行ってみましょうか。おっと。ハーマンの方もレベルアップしたね。マリーさんにクッキングの方を覚えさせられるや。覚えさせてと。で、島の方に来たか。でまたキュウリの方キム要求していくけど、めっちゃいる、めっちゃいる。でもいけそうな気がしなくもないな。ちょっと行ってみよっか。こいつは一人一人や、いやでも41とかあるな。あでもちょっと行ってみよっか。頑張れ頑張れ。キャプテンの方もな、ウルティメイト使ってくれればいいんだけど、ちょっとキムの方も死にかけだからエリクサの方使ってと。あーっと、あーやっぱりダメだったね。ロールゲームと。まあさすがにちょっときつかったか。残念。でまたキムの方がお金せびってきてるからいいとして、レベル4のやつもな、こうして見るとちょっと無理臭く感じてきたな。
いや、いやでも実際箱を開けてみないと分かんないか。ちょっと試しに行ってみよう。さっきの島は行けると思って、あのダメだったからちょっとあれしたけど。でこっちに クッキング覚えさせよう。でマリサの方はちょっと釣りに専念してもらおうか。で島の方来たけど、ここも めっちゃ多いな。パないの。じゃ初めての危険度4行ってみましょう。もちろんセーブと。あっと今ちょっとゲームが問題じゃないけど、あのレインボーカスが出てきたな。ちょっと怖かった。よしインタラクト。よし、いけ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 。キャノン持ってるかな、やっぱり。こいつらに撃たせる前に、まず、乗り込むって。おーっと、なんか爆発したぞ。二人死んだ。シーニが死んだ。キムの方が今、溺れかけてっから、ライフボーイの方も持たせてと。で、デールの方もちょっとダメージ食らったな。もしかしてカブーム食らったのか、わからんな。いやでもデールの方もかなりタフだから、卵を渡して、自分の方も27か。よいしょと。で、自分の方もちょっと14だから、エレクサー使って、デールの方も他の回復アイテムないか。マジか。うん、まあでも卵使ってと、エレクサの方もなるべく温存していきたい。でエアネストの方もまだ余裕だから、ちょっと体力の方も目見見張っといて。おっと、でまた解放弾撃ってきたが、早くキム逃げるんだ。で、体力体力、デールの方も9だから、死がキューブ持ってたね。でもう一人倒した。体力の方もまだ大丈夫だね。よしよし、オッケー。で一人倒した。で体力の方みんな大丈夫だね。よっしゃ、新入りの方もすんごい手塩にかけて育ててきたんだけど、まあうん、まあ犠牲になったってわけですね。はあマジか。まあでもレベル4倒せたからよしとしましょう。ちょっとなあ、あんまり好きな結末ではなかったけど、まあうん仕方ないですね。新入りな。キャプテンの方出血してるから治療したいけど、まあいいや。じゃあキャプチャーしてこの船手に入れましょう。イエス、オッケー。でこの船獲得することがに成功しましたんで、キャノンの方も手に入れましたね。あ？あれなんかバグってね。あれキャプチャーしたらなんか バグったんだけど、でバランダーしたらこっちの方がなくなった。何が起こってんの？あ、まあいいや。あ、で、なんか、開けなくなった。ちょっと。ちょっとゲームがバグったみたいですけど、まあ今回はちょっとここら辺で終わりにしましょう。まあご視聴いただきありがとうございました。それでは次のエピソードでお会いしましょう。バイバイ。